西福寺は、正式には、桂高山義信院といい、京都府京都市東山黒黒町にある浄土宗の仏教寺院で、本尊は阿弥陀如来座像である。境内に鎮座する子育て地蔵は、子供の健康や病へへに効くとされている。六郎町界隈の六道の辻は、古くより、鳥辺野の入り口にあたり、創創地に送られる亡きの無常書になっており、 周辺にはかつて6つの仏像があり、現在は3つ残っておりその1つとされる。鳥辺野の入り口はあの世とこの世の境と言われており、その一帯で裏盆に先立って六道参りが行われている。その時期に合わせ、寺が所有する熊野関心十海図を用いた住職による地獄へ得時が行われていたものの、住職宣言後は一旦行われなくなった。 2006年以降、2006年、関本哲夫の依頼により、西山勝の協力のもと、江戸記が復活した。以後、京都造形芸術大学学生プロジェクトが江戸記を主催している。江戸記の背景音には、クラリネットやバイオリンを使用している。空海が、トリベノの無償所の入り口にあたる、この地に、地蔵堂を建て、自作の土仏地蔵村を祀ったと言われている。 佐賀天皇の皇后、立花の勝子は、この地蔵堂に、しばしば参詣し、そして皇坊大使に帰還するようになった。皇后が、病気勝ちの正義親王の病気併誘祈願をした、ことから、この地蔵尊を、子育て地蔵と呼ばれるようになったという、ありがとうございます。